アマチュア時代の2008年に第23回世界青少年野球選手権大会に参加した。2009年にトサンベアーズから指名を受けてプロ入りするもこの年には絶対的な肖像類種の金頭中がいたこともあり、一軍出場はなく、翌年に兵役遂行のため警察野球団に入団する。2011年の秋に除隊されると、 翌年は開幕エントリーに入り4月8日のネクス戦、ヒーローズ戦でプロ初出場を果たした。2012年は主に遊撃手として出場を続けたが、後半になると、打撃不振に陥りやがて、金をサムシのギが対等してきたことによって、レギュラーの座を奪われた。また同年のプレーオフでは打席には立てなかったが3.4戦目に、ダイソーとして起用されに得点を記録した。 2013年以降は、恒例の均等中に代わり、リ・スズラと併用で三類種として起用されるようになる。同年9月22日のキアタイガース戦では、プロ初ホームランを記録した。また、ポストシーズンでは、通算12打数4安打1死球1死球 1, 1、盗塁得点、打率超打率、333、出塁率、429を記録した。 そして2013年のオフには、背番号を入団時からつけていた6から13に変更した。2014年5月25日のハンファイーグルス戦では5打数4安打1打点1得点を記録し、3塁打、2塁打、単打のすべてを打った。ホームランが出れば、サイクルヒットを達成できたが、6回の打席は、レフトフライに終わった。2015年は開幕当初こそ、 内野の控えだったが、ザックラッツの戦力外や、最終間の不振でチャンスをつかむと、一番打者に定着した。8月6日のネクセン戦では、シーズン初のホームランを打ち、ヒーローインタビューを受けた。さらに9月18日にはショートで、先発出場した1回に、見え札を記録した。同年のポーストシーズンは10月10日から10月31日までの、 全ての試合に出場した。プレーオフ3戦目と、韓国シリーズ5戦目を除く全ての試合でアンダーを打ち、合計23アンダーを記録すると同時に、チームのポストシーズン最多アンダー新記録を打ち立てた。この活躍は、登山の14年ぶりの韓国シリーズ優勝に大きく、貢献した。オフの11月に開催された第1回、WBSC プレミア12には肘を故障した。 ボックスズミンの代役として韓国代表に選出された。しかし、開幕戦となる11月8日の日本戦では、先発の大谷翔平の前に三振を喫するなど、目立った活躍はなかった。2016年は7月16日のオールスターゲームで行われたイベントの番頭では23点を記録し、その日参加した選手のうち最も高い点を挙げた。また、 シーズン終了後には2017年 WBC 最終エントリーに選ばれた。ただし、この代表チームで2016年に3割打者で、ないのは、巨高市民と、金安志君の2人だけである。同年もまた、ポストシーズンで活躍。韓国シリーズ1戦目では3安打と高走塁で、勝利に貢献する、3戦目では、ダメ押しとなる3打点を記録する。 4戦目では逆転の2点タイムリー、2塁打を打つなど、ポストシーズンに強いという印象をつけた。2017年9月19日ロッテジャイアンツ戦では、人生初の満塁本塁打を放った。この状況は似合うと2.3塁で、ロッテの敗勝しのぎは、前の打者である、両義チを敬遠し、満塁策を取った上で、巨高市民との勝負を選択したが、結果的に、 ホームランを打たれてしまった。2018年は主に一番打者として出場を続けた。一番でなくても3.4番を除くすべての打順での打席を経験した。また守備力を評価され三塁守部門のゴールデングラブ賞を獲得した。2019年の公式戦最終戦で勝てば優勝となる10月1日の NC 大ノス戦では3点ビハインドの8回裏。 日試2.3塁で打席入りし、2点タイムリーを打った。直後に、金比と主体がタイムリースリーベースを打ったため自身も生還して、同点に追いつき、最後は9回に味方がサヨナラ勝ちを決めてトサンは、レギュラーシーズン連覇を達成した。オフの11月に開催された第2回、WBSC プレミア12の韓国代表に選出された。同大会には、同じ3塁手として、 最低、こうはじめひとしも選出されていた。オープニングラウンドのオーストラリア戦では9番、サン・ルイで先発出場。6回にセンター前タイムリーヒットを打つなど3打数に、アンダー1死球の活躍だった。決勝では、坂本・隼人のライナーをダイビングキャッチするなどの活躍をしたが、サードの最優秀選手は、大谷下に奪われた。さらにチームは、 日本代表に敗れ、準優勝となったが同大会は、東京オリンピック予選を兼ねており、開催国である日本を除きアジアオセアニア、最上位だったため韓国は出場権を獲得した。大会での通算記録は18打数5安打1、四四九1盗塁、守備機会は11だった。2020年4月29日のオープン戦、LG ツインズ戦には2年ぶりとなる遊撃手としての、 先発出場をした。これについて、土産監督の金大鼓は、シーズン中は遊撃士としても活用する計画をしていると語った。同年5月30日のロッテジャイアンツ戦では11回裏に、相馬猿人氏から人生2回目となるサヨナラアンダを放った。さらに7月31日の NC 戦では4打数、3安打と活躍。 これにより彼の7次月間打率は0.494になり、当時サムスン所属だった金個体が所有していた月間打率記録を更新した。また同月中は出場したすべての試合でアンダを放っている。この活躍が認められ、同月はデビュー初となる月間 MVP を受賞した。さらに9月1日のハンファイイーグルス戦では、 史上157番目の戦試合出場を達成した。シーズンオフに FA を申請し、7年総額最大85億、ウォンデトさんと再契約した。2021年も開幕エントリーに含まれ、4月17日のタイエルジーツインズ戦でアンダーを打ったことにより史上105人目の通算1000本アンダー記録を達成した。その後もチームのリードオフマンとして安定した成績を、 残し続け、東京オリンピック国家代表メンバーに、僕健介と共に抜擢された。典型的な守備型内野手で、高校1年時から、主戦友撃手として活躍していた。週刊野球の調べによると、巨高市民が三塁一種である時とそうでない選手が三塁一種で、ある時の都山の守備力は、リーグ2位、VS リーグ10位と、途方もない違いが生じる。仲間思いであり、 先輩にあたる、金賞会が練習中に口にした、優勝したいという言葉を聞いて、絶対に優勝したいと思う気持ちが強くなった。と語っている。入団してから応援歌が、著作権問題などで頻繁に停止されており、2019年、現在使用されている応援歌は、通算4代目である。現行応援歌の原曲は、B1A4 の、である。ありがとうございます。